ャンネルを教えろ。ボートレース専門チャンネル、レジャーチャンネルです。早く教えろ。松井選手、お疲れ様です。はい、どうもです。さて松井選手ね、はい、近況のリズムはどうですか。ね、一時ちょっと悪かったんですけど、やっと、リズム乗ってきましたね。はい、これからです。はい、はい、この出力低減モーター、はい、もうただ乗ってると思うんですけど、どうですか。何節かな、3、4節かな、乗ったけど、やっとなんとなく感じがつかめてきましたね。はい、なんかうすらっとこう見えてきた。そうですね、はい。でね、今までのモーターとの違いっていうか、あります。いや、もう足の差が大きすぎて、ね、勝負ならない説もあるんですけどね。はい、明日の、はい、今回のモーターの調整は、はい、勝率ないんですけども、そこまでなんか悪い感じしなかったんで、今日は、今日のところはですね、まあ明日しっかりプロペラ叩き込んで、乗り込んで、でそこから先方含めて考えていきたいと思います。今日の感触だともうプロペラ程度で大丈夫なような感じだった。まあ何て言うんですかね、この低出力になってから本当に勝率通りだと思ってたんで、まあ引いた時にはちょっとやばいかなと思ったんですけど、まだそこまでの悪いって自分ではまだ感じてないので、はい、まあ明日になってみないとわからないですけども、はい、ちょっと乗り込んでみたいと思いますね。今日のねスタート練習、まあ、3本なんですけど、やってみて、ドリームメンバー他の5名に比べてどうですか。いや、スリットの足とかは変わらなかったと自分では思ったんで、まあ一安心なんですよね。はい、明日のレースイメージって何かありますか。いや、イメージはもう全然ないですけど、多分みんなもどこになるかわからないと思ってると思うんではい、はい、まあ自分も本当にどういう風になるかわからないんで、はい、もうぶっつけ本番ですね。はいはいはい、ではね、全国ファンの方に明日のドリーム、はい、今節の意気込みをお願いします。はい、まあドリーム含めて一節間全力で頑張ります。どうぞ応援お願いします。